会いたいから7月8日行こうか迷ってる。来てほしい、めっちゃ。7月8日待ってるよ、ムック。待って、失望しのタイミング。ちょい失望、どうなんだっけ、これ投票にした方がいい？投票にしますね。みつしさんこんばんは、ほくさんこんばんね。石川は東京遠いよ。今日は早い、そう今日は24時からちょっと予定があるので予定あるっていうとなんかやばい人みたいなね、出かけるみたいな。投票でいいよね。石川からって新宿遠いよ。あれだよ、夜行バスでしか使えない。バスタ新宿から夜行乗ればいいから。あー確かにそれはそうなんだよね。あ、頭だけなくなりました。煮干しです、いりこ。キュンさんこんばんめい。いりこ食べてるけど美味しそう。嘘、こんばんだい、こんばんだい。室橋さん、まあ、隣でりんちゃんが明日の予定を決めています。明日って何日？14。煮干しです。意外と好きなんですよ。やった。カルシウム。運動できる場所を探した。つけた。タナシュン、こんばんだい、こんばんだい。飲みすぎたって言われちゃった。いつもだよ、だよ。あ、マルフォイ用のスターか。幸せそうに煮干し食べるって美味しいよ。意外とこのいりこうまいですよ。だし取れそう。だし飲みたい。だしなら溶かせば。オムライスさん、初見です。初見ありがとう。オムライス好き。オムライス好きです。お昼いりこはアンチェキ取るの？いいよ、いりこ持参してね。うとたまさんこんばんだい。眠い。高幸さんこんばんは。ヨーグルトとは合わなさそう。頭取れました。これな、これお昼。山出身やから煮干し食わん。うん、お昼漢字が分かんなかった。分からん。消費の消じゃないっけ。消費の消じゃないっけ。消化とかじゃない、違うかな、わかんない、忘れちゃった忘れちゃった。カルシウムは取れそう。煮干し美味しいですよ。おとなしかったのに声が枯れている。私も今日ちょっとあんま調子が良くないですね。体調ゲージで言うと、45とか。体調ゲージが自分でよくわかんない。なんかバンザイジャパンの
か、として今日お休みだったんですよ、久々に。私休みができると体調崩れるんですよね。今会社から帰宅した、公式の配信見れんかったって、みけんたんが。うん、しだは、うん、あいちゃんに服を着せて、うん、つかさの服を着る。めいはマリアにつかさをか、あマリアに服を貸して、しおりの服を着ます。マリアにつかさを貸したらつかさ、もろいな、ちょっと配信来たらもぐもぐ配信。お味噌汁飲みたくなっちゃった。味噌汁飲もうかな。お休みの方が体調悪くなる。そう、あ、そう、このレモネード美味しいですよ。ミストベースで初めて見ました。私は、なんだっけ、ゆうさん分かりますよ。だってチェキ撮ったの私だもん、あの撮影者で。ゆちさんこんばんざい。そう、休みの方が体調悪くなるんですよね。ムックさんも分かる。みけんって人より俺の方がめいちゃん好きだもん。唐突。もんもんもんくまもん。そう、気抜けると体調がやばいんですよね。15のリリーベ行くようだって。誰が？みけんたんが。よろしく。みんなプリクラ撮ろう、一緒に。つーちゃんの服、私はつーちゃんの服を着てみんなとプリクラ撮る。めいはしおりの服を着てみんなとプリクラ撮る。しおちゃんの服か。でもさ、一番さ、細いからさ、しおちゃん、うん、今回面の中では。でもジュリちゃんじゃない？しおりの最近はすごいぞ。うん、いやでもだとしてもタッパと、あ、もろもろ考えたらやっぱジュリちゃんかなって。なんかそう、しおりの体型で、だから同じような体型でよかったなと思った。あ、そんなにかけ離れてはなくて。うん、だからさ、メインのやつをさ、マリアが着るってなるとさ、ちょっとね、考えるよね。考える。でも私も、あゆちゃんに着せるから、タッパが全然違う。あゆちゃん、ツンツル手になりそうだね。そうそうそう。いや、でも一番面白いのは、フミのやつをつかさが着るのが一番。それはそう。一番おもろいで。がっつりのやつを貸す。しおりのがメイちゃんとか、俺とっかよ。しおちゃんの匂いを堪能したいと思います。まあ、そうだ、そう、もう休みで体調崩れてさ、最悪ですよね。つかさまに服を貸すのも借りるのも一苦労なの、笑いましたって。そうなんだよ、他メーカーのだから知ってる。嘘、ケモタンヤッホー。休みより短くてもいいから仕事してる方が、そう、仕事があったらそんななんかね、体調あれなんですけど。プリクラいいですな。プリクラ撮ろうよ。新木場で待ってる。タジオ新木場か。何を競ってるんだね。高彦さんこんばん、めいちゃん。うん、ジュリアは痩せすぎ。もっとちゃんと食べた方がいいよ。ちょっとお湯沸かそう。はいちゃんのパンケーキの残骸があるよ。残骸？え、それ何？食べれるかな？食べてみようよ。アイル、アイちゃんのパンケーキの残骸食べていい？いって。何なの？これは何の残骸？別に。分かんないです。え、失敗したやつじゃないの？あれだよ、多分油引かずに焼いちゃった。焼けてるこれ。何これ。うんうん、焼けてる。うん、言葉なくなるの面白い。10時間は働きたくないけど、
程よく毎日動かないとダメですね。そう、新木場鳥なんですよ。やばくない？で、雨なんでしょ。やばいっすよ。調整時間作ろうライブの大抵みたいになっとるやん。いや、私絶対調整時間ないと思う。ん？あゆちゃん片付けてるよ。おいおい、二人より俺の方が好き。やらなきゃいけないこと書いとく。年少集どっちで作るの？まだ考えてない。明日お買い物するから。トマト、うちもいいよ別に。トマトでもクラムチャウダー風のやつは普通に美味しそうって思ったね。あゆちゃんのざんまい食べちゃった？ぬるちゃんこんばんは。うん、つーちゃんがクッパになる。志田がつかさのキルの楽しみって。誰言ってる？成田さん。リトちゃん、なんか誰か言ってたよね、志田がつかさの来たら面白い。面白いじゃないけど、ね、それ成田さんちゃん。あ、そうなの？来たとこ見てみたいって。ああ、じゃあ絶対チェキ取ったよ。ゆうたなの。ゆうたとやったら、ゆうたったとよ。そがん言うてからさ、取らんかったらさ、そがん言うてから取らんかったとだ。18時から小雨でその後雨上がるっぽいって。じゃあ大丈夫じゃんね。こんにちは、かわいい、ありがとう。休養高菜に来ちゃってる。そう、今のモチベは24日。あ、24日に取られてしまった。モチベが24日だって言われた。でも15も楽しいよ。15以降全部楽しいもん。確か24日だ。いつだっけ？メイド服着るんだよ。言うていいんけ、日付も。うん、どっかで着る。20日？もうどこだか忘れちゃった。大高知機お願いする所存。あ、そうね、確かに最初に言っとけばね、この日にこれお願いしてって、うんうん、15日大…あ、私もそれ言おう。大根チェキあるよって。めいちゃん、フリフリ好きです、ありがとう。リトちゃん、サンタ服は着ない。シダ強気やで。15日仕事チーン。きっと仕事終わるよ。きっと伝わる私らしさの意味。音わからない。つかさま、人に貸してもいい服とかしたくない服とか分かれそう。あー、24日めいちゃんとりんちゃんにおめでとうって言ってもらうんだ。そう、言うよ、言うよ。あ、追いました。イエイ。今シダが映ってる。代わりにシダが映ってる。ほら、メガネやん。本体だから。本体が、あ、今日渋谷のあそこに、うん、あのさ、オフのあれ、うん、あれのお店あった。あるあるある、光へ。そう、あるよ。びっくりした、あるやんと思って。
メガネはシダの本体です。17日がメイド服、20日はカラー T シャツ。ああ、カラー T シャツを着てライブするんですけど、こちらもね、なんと嬉しい感じになっておりますので、お楽しみにしててください。このカラー T シャツ。20日はね、めちゃめちゃ汗かこう。あ、16のリリーベやさあらいますよ。リリーベのモチベみんな高まっちゃうよ。だってだってね、あれですよ、名古屋の観覧車いいなとかそういう声も頑張って頑張って今談判してるから、直談判してるから、東京でもできないですかって、うん、だからみんなちょっとやばいよ。富士そばデートあったのは渋谷の新宿のメンズのとこだった。丸い面上のところ屋上のとこリーンって言ってるよ、みんなリンちゃんって下だよ。あ、メガネが映ったから、ね、あ、リードちゃんライブ来てくれるの、来てよ来てよ、待ってる待ってる、ラビタンチュッピチュッピ、シダの本体が今いましたね。丸い面ですね。カラー T シャツをアイコンのやつです。モチベでアバター、あれさめっちゃ大きかったから T シャツ大きかった、普通に 肩から抜けてたから肩幅には合ってなかったから、通常衣装というか多分プリーツスカートじゃないですか、カラーティー。観覧車楽しかった。撮影会モチベ、撮影会もいないからな。おおおおお、そう観覧車通知なくて気づかんかった。モチベでアバターが、あ、アバターが中のひまわりに変わってしまっている。やーん、でも下も楽しみ、この人中のひまわり推しだからうん、あの色は撮影の場所に行ったら目はこれって言われて赤色渡されました。みんなそんな感じ。私は多分自分が青だろうっていう認識で青を取りました。言ったら青だよって言われた。メイは赤って言われました。青でよかった。赤い子怖いよね、わかる。ミリアだから赤っていうよりかはわかんないけど、なんだろうね。ミリちゃんは赤って言われました。うん、髪も赤だしね。コマが赤かなとはちょっと思ってた。そう、でも迷ってた。だからコマちゃん赤にするから。でもコマが赤じゃな、赤だったらみんな何色だったんだろうなって話だよね。うん、ないよね。うん、ここはそういうことです。美人度が上がってた。嘘、赤一人やったからびっくりした。赤色でした。あー、ステージが激しいからか。うーん、若のイメージはある結構。うん、言われる。めっちゃ東海オンエア煮干しになりたいって言われてる。食べられたいって。うん、でも煮干しからしたら困ってるよ多分。煮干しは、煮干しは好きじゃない。うん、ぶれるけど、こういうの食べれるのになんで虫食えないのって言われるのはちょっと理解ができないんだよ。これは食べ物だもん。顔とかが食べれるのになんで虫は無理なの。虫は虫だから無理だ。色も唯一無二だね。え、でもリリーベコールできるとこがコールできるからね。23日、24日あれだよ、ひまわりいるよ。急いで横浜行くか。待ってます。横浜来て。まあ仕事だったら食べるけどね、虫。にー。
海外だったら高級食材として扱われてる時もあるんだよ。え、そうなの？らしいよ。食用でだって作ってんだから、カエルとかコオロギとか。タナシン24来るって。 24? うん、よろしく。その前に会いに来てくれる、きっと。え、15日でも結構来てほしいんだけど。レアだよ、ね、絶対レアだよ。下がつーちゃんみたいな服着ないもん。多分リリーベ期間の中でもうこれをやるのは最後だと思う、うん、ね、うん、多分。いや、虫を食べるっていうのは、カエルは食べました、うん、なんか繊維質な鶏肉みたいな。タガメね。まあ仕事なら食べるけどって感じですね。イナゴの佃煮は無理っすね。ここがやだ。またんとこ、なんかこうなってるじゃん、シックスパックみたいな。やだ、あれがやだ。やだ。最近週2ぐらいライブとリリビ行ってる。え、クモはチョコレートの味するんだって。食べれないじゃん。じゃあシダ、え、じゃあやだ。チョコ食べれないんだから。うん、15日リリーベ行く人いるのか。行く人、はーい、来てくれなかったら本当にもうあれです、夢に出てやる。29リプ予約で大丈夫なの？チケ出るの？リプ予約で大丈夫。